はい、皆さんこんにちは。今回は美容脱毛を半年間やった結果について報告したいと思います。この度モニタリングにご協力いただいたキングスサロン立川店とスピーディー池袋東口店さんには御礼申し上げます。2020年の9月からお店で2週に1回計12回、期間でいうと丸半年間やりました。僕が脱毛した条件をまずおさらいしたいと思います。条件は3つあります。1つ目は医療脱毛ではなく美容脱毛であるということ。そして2つ目は美容脱毛の中でも OPT 脱毛、これオフト脱毛というのかもわかんないんですけども、というタイプであるということ。そして3つ目は制限時間のあるセルフ脱毛であるということ。制限時間というのは僕の場合は20分コースという、限られた時間の中で行ったということです。20分コースでどれだけの部位を照射できるのか検証した動画僕作ってますので、もし興味のある方はここから見ていただければと思います。はい、最後に僕の毛量について、ヒゲに関してはこんな感じで2日3日ずっと伸ばしてたらこんぐらいになるっていうことで、腕はこんな感じ、足はこんな感じなんで、多すぎないんで、そんなに気にならないけれども、減らせるなら減らしたい、脱毛したいかなっていうレベルだと思ってください。それでは早速結果について報告したいと思います。報告する部位としては今回VIO 以外はやってるので、上から順にですね、報告していきたいと思います。ヒゲの場合は、毎日僕剃ってるので、朝に剃って、でその日の夜ですねに撮影した画像がこちらです。結構脱毛やる前よりは全然こう薄くなっているんですが、夜とか夕方になるとちょっとザラザラ感が出てきて、気になるレベルなので、もっとしないとなっていう感じです。で次に腕がこちらです。ちょっと距離を置けば本当にもう生えてないんじゃないかなっていうぐらいになりました。ただ、よくよく本当に近距離で見るとちょっとこう生えてきてるのがわかるので、こちらはまだ完璧ではないかなっていう状況ですが、ほぼほぼ脱毛されてるのかなっていう印象です。そして次に脇がこちらです。脇はね、毛量が多いから時間かかるとか言われてたりよくするんですけど、僕の場合は本当にもう 2,3 回ぐらいでやった後は生えてこなくなったぐらいで、で次に胸ですね。はい、胸がこちらです。もともと僕はギャランドゥみたいにモサモサ生えてたわけではなくて、数箇所に数センチほどのヒゲがちょこちょこ生えてたので、それが全然生えてこなくなったっていう状況ですかね。次にお腹です。お腹はこちらになります。お腹もですね、もじゃもじゃあったわけではなくて、 10本ぐらいですかねがちょこちょこ生えてる状況だったんですけども、それが2週間経った後でもそんなに生えてこなくなったっていうのがお腹の状況です。はい、で最後に足ですね。足がこちらです。遠目から見ると生えてないじゃんみたいな感じなんですけども、実際ね、近くで見ると、結構ちょこちょこ生えてきます。生えてきてます。なんで、こちらは完全というよりかはある程度は脱毛できてるんですけども、まだちょっとちょこちょこ生えてくるよっていう状況です。ということで、まとめますと、ヒゲ周りはまだまだかなといった感じ、薄くはなってるんですけども、でそれ以外に関しては、80% くらい、結構もう生えてこなくはなったんですけども、今回2週間なんで、2週間でも若干こう生えてくるんで、じゃあ1ヶ月それ以上経つと、もっと生えてくるかなって感じなので、ただ、明らかに本当に毛の量は生えにくくなってますし、育たなくなってきてるかな。今回お世話になったキングスサロンさんの公式ホームページを見ると、こういったヒゲのとか、あと毛量の多い濃いところは、20回以上はやってくださいって書いてあるので、僕の現時点では12回ですよね。12回やってるんで、まだまだ足りないのかなっていう印象です。20回で、完全な仕上がりになるって書いてあるんですけども、この完全な仕上がりっていうのは多分、永久脱毛だったとしても、永久脱毛っていうのは今後そのずっと毛が生えてこないっていう状況ではなくて、軽くこうメンテはしていかないといけないですよっていう、レベルだと思うので、より長期的なプランで、お店が定める指定回数とか指定期間を超えても割安でメンテができるとか、続けられるような料金システムを選ぶっていうのが大切かなと思います。あとは、比較的痛くないっていうのも、本当に重要な要素だと思うので、そこもご参考にしていただければと思います。それでは、今回は以上となります。また次回もお楽しみに。